ちは。携帯充電器挿しとこうかな。充電あるけど。出るときになくなりそうだから。そんなくらい暑い？外暑い？今日。さっきカヌレ買ってきたけど結構売れてた？やった。よかった。嬉しい。早くしてもすぐに売り切れてしまう。あれかな、再入荷数少ないのかな、わかんないけど。え、毎日再入荷されてるの？そうなの？わかんない。昨日今日朝一でちょっとずつ再入荷されてるっぽい。あ、そうなの。昨日今日で再入荷されてる。明日もあんのかな。うん、薄い緑がないんだけど、緑で大丈夫？緑でもいいよ。緑と水色、薄い緑がないやつ。スタンディングだから倒れないね。あ、ファンの方が確かにスタンディングらしいから。カヌレ食べた、うん、だっけ、おととい買ったやつはね、もうその日に食べた。だからもうない。
の髪型はまだちゃんと決めてないですね。まあ、あんま変わんないだろうけど、いつもと髪長かったらあれだけど。まだアイスまだあるよ。あと2個ある。だいぶ減った。そろそろ買おうかな。アイス補充しに行こうかな。そろそろ。昼ご飯まだだね。まだ後で食べる。アイスが冷蔵庫からなくなるタイミングで新しいアイス買う。そうそう、少なくなったら新しく買う。少なくなったら。この後に何か食べる方が時間があればね時間なかったら食べないけど、あれば食べる。でも今日は時間がなさそう今日は時間がなさそうだから、取る時間なさそう。ヨーロピアンシガコン、それもいいけど同じアイス買おうかなと思ってる。同じアイス、この前食べてたやつ。お弁当出るんじゃない？夜ご飯。お昼は出ないだろうけど夜は出ると。朝と19時半かって珍しい。確かあんまないね、19時半。うん、キャプテンとみなみちゃんが舞台出てるから、それに合わせてちょっと遅め。晩ご飯食べてからコンサート。いや、でもコンサート食べてから夜ご飯だね。多分時間ないんだよな、コンサート前すごい時間なかった見たら今日のスケジュール、時間なさそうだった。絶対にない。今日配信は、どうしようかな。50分になったらランキングで終わろうかな。頑張ろうだってことで、ちょっと待って。風と海とさん、これなんだ？新しく初めて揺れる。これ何？これ何とは？
定充電ない。ない。クマタワー、ありがとうございます。ありがとう、クマタワー。ありがとうございます。え、なんだ？なんのクマタワーだ？なんていう名前のやつかわかんない。初めて。ありがとう。8月5日、プレゼント意味どうぞ。常に充電ない。この携帯使わないから充電しないんだよね。普段使わないんだもん。だって普通にいつも使う携帯は充電するけど、ちゃんと使わないから。携帯たまたま見たときに充電がなかったら充電するぐらい、見なかったら充電しない。使わないんだもん。よし、風富人さん、クマタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。クマっていう名前やし、バンギャクマ。いや、クマタワーで書いちゃった。ありがとうございます。コンサートの帰りに全員がカップラーメンもらえるらしい。どういうこと？ファンの方がってこと？え、なに、私たちが？ファンの方がカップラーメンもらえるのいいね。あ、ファンが全員帰りにカップラーメンもらえて、めっちゃいいじゃん。もらえるらしいよ、来る方。10種類からランダムで、あ、何がもらえるか分かんないってことね。いいね。でも今美味しい弁当が出ますよ、きっと。今日なんだろうな、弁当、多分お弁当だよね。ケータリングじゃなくて、なんだろう、チリトマト。そう、昨日食べた。私いつもね、普通のやつ、醤油、あれ普通のやつしか食べない。自分で食わないからな。お母さんが買ってきたやつ、お母さん知るくつってことあとカレーも食べたことあるよ。でもそのぐらいしかないね。
ユーフォ派、ペヤング派。ペヤングそこまで食べたことない。ユーフォだな。いつもユーフォ、うちの家は。ソース濃いから、ソース濃い方がいい。食べたことある。その国に作られてるやつ、海外のやつはない。でも私そもそもね、カップヌードルそんないろんな種類食べたことないんだよね。あんまないね。UFO コーラ食べると思ってね、その社員さんが言ってた。え、コーラ？UFO とか、え、その組み合わせはないわ、今まで。合うんだ。配信50分まで。CM？ どういうこと？え、CM でやってたの？コーラと食べると美味しいって。知らないわそれ。わかんない。知らなかった。穴開けたのピアスね。でもだいぶ前から開いてますよ私。コーラ好きだけど、普段ねあんま飲まないんだよな、炭酸ジュース。そもそもたまに。飲むぐらい炭酸。コーラ飲んでないな最近。でも美味しいよね。好きだよ。コーラで UFO 作ると美味しい。それはさすがに嘘でしょ。それはさすがに嘘でしょ。違うでしょ。本当に言ってる？え？コーラで UFO 絶対に。コーラの風味がする UFO ってこと？ちょっと嫌かもしれない。コーラよりエノドリ系、あ、エノドリ系の方が飲むこと多いのかな。確かにエノドリ、本当に好きだから。でもそんなしょっちゅうは飲まない。たまにぐらい。クラフトコーラ、あ、聞いたことあるけど私飲んだことないな、クラフトコーラ。え、どういうのなの？何が違うの？普通のコーラと。飲んだことないから分かんない。何が違うか分かんない。飲んだことないから。クラフトコーラ。セブンにあるコーラの機械のやつ美味しい。
何コーラの機械って。セブンにあるコーラの機械、何それ。あ、スパイス効いてる、独特な味、スパイスが効いてる感じなの。飲んだことない。三ツ矢サイダー、三ツ矢サイダーたまに、ね、見たら飲みたくなるかも。こんぐらいかな。見たらこんぐらい。たださ、ほんとさ、たまにしか飲まないからさ、毎回飲むたびにさ、炭酸ってこんなにきつかったっけと思う。毎回思う。たまにしか飲まないから、名残もそんな飲まないんだよね、言うほど。たまに飲むぐらい。なんちゃんと食うならどっち、何が違う。何が違う、その2つ。あ、もう分かんないんだよな。割とどっちでもいいのかもしれない。あ、もう分かんない、違う。そんなしょっちゅう飲まないから、なっちゃんもくんも。何が違う、4時過ぎまで。やっとね、50分になったらランキングに終わります。1時50分、13時50分、あと20分ぐらい。間に合うよ、さすがに。間に合わなかったらやんないって。その時間まで。さすがに間に合う時間までしかやらないって。ミスはスポドリ？私ね、スポドリあんま好きじゃない。スポーツドリンクあんま好きじゃないんだよな、味が。オレンジでなんちゃんの果汁の量が、あ、そうなの、知らなかった。なんちゃんの多いんだ。いつも何飲んでる、水だね。いつも水飲んでる。あんまりジュースたまにぐらい。じゃあでもなんか水、そう、お茶飲まないな、もう水。の水ないね、別にどこの水でもいい。何でもいい、本当に。水のなんか違いが分かんない、なんかどこ
どのメーカーのでもいい。味変わる？あんま分かんないんだよな。そんな別に何でもいい。だからあー飲んだことあるかな、微妙なレベル。あるって言われるあるような気もするし、ない気もする。で待つとしても1回ぐらい、ほぼない。スポーツドリンク飲まない、好きじゃない味が。スポーツドリンクなんだろう、なんかあんまね好きじゃないんだよな味が。あ、でからあれだからかと思った。でからでからって何？何それ、知らないわ。普段でしょ、普段水飲んでるんだって。そのスーパーに売ってる水だよ。あとだからの混ざったドリンク知らないわ、初めて知った、飲んだことない。知らない。え、でもそんなのあるんだ。なんだっけ、なんかオロポみたいなやつあるよね、あんなああいう感じのやつってことか。オロポしか知らなかった。あ、サウナとか、サウナ行かないか。ハイエースのドリンクバーでもない。ハイエースのドリンクバーは混ぜたことない、私。よく聞いたりするよね、なんか混ぜるみたいな、やったことないけど私。普段飲まない、あんまりジュース飲まない普段。カビタ好きだよ。でもあのエナドリ味が好き。先生言ったらドリンクバーの横にドリンクの作り方ってこと？なんか、え、混ぜるってこと？違う、どういうこと？でも
ってきてって言われたらめちゃくちゃ混ぜたもの持っていくのが青春。やばい、やってないわその青春。やってないわ。マッチだとなんかマッチ飲んだことない気がする。飲んだことない気がする。リアルゴールド、リアルゴールドも好きだよ。でもデカビタもリアルゴールドもあんま味変わんなくない？私だけかな。あんま買わない気がする。あとあります、モンスターとかそういうエナドリ系も好き。モンスターはなんか一番普通の味あるじゃん、普通のやつ、緑と青のやつ、ゼロカロリーか普通のやつかだけど、それが好き一番味は。モンスターなんかさ、ピンクとかさ、何がある、白とかいろいろあるじゃん色が。普通のやつが一番好き。白はね、あのスポーツドリンクの味がするんだよね。だからあんま、たまにしか飲まないけど、モンスターとかレッドブルとかそこら辺のやつ、たまに。カルピスとメロンソーダやリアルゴールドと混ぜたらマジで美味しい。でも美味しいの？カルピスとメロンソーダやリアルゴールド美味しいんだそれ。これワンドリンクあるかない？あ、そうだ、ワンドリンク製なんだよね。ワンドリンク。どんな感じなんだろう。会場。セップ。カヌレにエナドリ？カヌレにエナドリ、まあめっちゃ合うわけではないだろうけど。カヌレ、でもカヌレあれなんだよね、紅茶とかとなんだよね本当は。でも紅茶私苦手だから無理だけど、カヌレと紅茶。パープルのレッドブル、パープルのレッドブル、あ、なんか見たけど飲んでないわ、飲んでない。そう、紅茶苦手なんだよね、飲めない。ミルクティー、でもミルクティーはね、普通にスーパーとかで売ってるさ、ペットボトルとか缶に入ってるやつは無理だね。お客さんのやつは飲めるやつだから、お店で作るやつはいける。
抹茶どうしてダメ、風味も味も全部ダメ。なんて風味、匂いと味全部ダメ。好きじゃないんだよな。ペットボトルのやつはね、なんかそれが匂いも味もなんかそのお店で出るやつ、タピオカ屋さんのさミルクティーしか飲んだことないか分かんないけど、カフェとかでミルクティー頼まないから分かんないけど、タピオカ屋さんのやつはね、なんだろうな、なんかお茶感なんて、紅茶感、ミルクティーなんか薄いっていうか飲みやすいんだよね、だから飲めるけど、もう紅茶のレモンティー飲んだことないね。でもそういう系全部ダメなんだよな匂いからダメお茶は普通に、お茶はいける、紅茶だけだねダメなの、紅茶系のやつ。玄米茶、ほうじ茶とかは好きだよ、いや紅茶だけ、紅茶がダメ一番紅茶っぽくないか。でもね、市販のやつはダメなんだよな、スーパーで売ってるやつとか。すごい匂いと味が強い紅茶の。そうだから。業界さんのやつはいけるけど。そう、麦茶、麦、お茶飲むとしたらってこと？どれ、その時の気分、麦茶も好きだし、ほうじ茶も好きだし、ウルン茶も好きだし、爽健美茶とか好き、爽健美茶、十六茶、そこら辺も好き。お茶もたまにしかたまにしか基本水うん、カフェに抵抗ないの別に。茶とシロップ茶は味が好き今日水と同じで、エナジードリンクもたまにない、そんなしょっちゅう飲まない、好きだけど味たまに、基本水だけだね他のものそんな飲まない。青汁？青汁も好きだけど飲まない。青汁はね、おばあちゃん家に行った時に飲むぐらい好きだけどね。自分で買わないから。
スムージー飲んでそう。スムージー家で飲むことないな。そんなおしゃれな生活してないわ。カフェイン取っても寝れる。あ、全然寝れるかも。寝る前に帰られたとか飲んだよ。全然寝れるかもしれない。その時によるけど、全然眠たくない日もあるけど寝れるかなと。水素水とかね、意識高そうってこと？きっと意識高いとエナジードリンクなんて飲まない。水素水か、飲んだことないな。飲んだことない。飲んだことある。温泉水、温泉水はね、独特の味してるんだよね。好みがすごい分かれる。すごい多分鉄、温泉だからさ、鉄分が多いからちょっと鉄っぽい味がするのね。好み分かれるね。妹は好きって言ってた。私の妹、ヘロ配信は今日は多分しないね。間に合わない気がする。鉄っぽい味がする。美味しいよ。人によるけど、私はそこまでだったの。人による。妹は好きって言ってた。妹めっちゃ飲んでた温泉水。鉄だね。鉄の味がする。なんかあるんだよね、ペットボトルに入ってるやつ、温泉水。家に何本買って、その時妹が好きって言ってたから、その全部あげた妹に。全部あげた。妹だけがね好きって言ってたんだよな。だからその妹に全部あげた。でも何年か前だから、それ今飲んだら妹もあんまりっていうかもしれない。分かんないけど、私髪質もどっち多いかな今回。結構どっちも行くと思うけど、50分か。
ランキング読もうかな。炭酸水と温泉の水のこと、え、違うよ、炭酸水と温泉水は別、温泉水炭酸じゃない、違う、別物。じゃ13位からランキング読みます。13位、中身さん、ありがとうございます。12位、香港のあるマットマーク、玉星さん、ありがとうございます。11位、としのりさん、ありがとうございます。10位、つしみけんすけさん、ありがとうございます。9位、バトニーさん、ありがとうございます。8位、ゆうじさん、ありがとうございます。7位、かのアットマーク、ずっとえいとおいしいさん、ありがとうございます。6位、ケネスさん、ありがとうございます。5位、まぼろしさん、ありがとうございます。と4位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。3位、フロマンさん、ありがとうございます。と2位、にゃんほささん、ありがとうございます。そして1位が風とみとさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう。この後はちむびコンサート、来る方は会場で、来れない方は配信もあるので、ぜひ時間があれば見てください。19時半開演合ってるよね、19時半。そろそろあれなのかな、ケイが始まるのかな、もう始まってんのかな、ちょっと開演時間わかんない。ケイはちょっとそろそろ時間だから終わろうかな。じゃあまた、ケイ10時半、もうちょっとじゃん、もうちょっと、あと30分ぐらい始まるのか。今日の夜は配信できないから間に合わない気がするんで、明日はね、夜する、いつも通りかな、23時とか22時ぐらいにすると思います。じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました、またね、バイバーイ。